つまり君はロシアのエージェントの指示を受けて自分の上官を撃ったと、そういうことだな。それで他に話すべき重大事実がないならこの取り調べは終了だ。君は踊らされたんだよ、ロシア人に。黒幕はソロモンだ。話を聞いてなかったのか。 PLR がテロを計画し首謀者はソロモンだと言い張るのか。そうだ。ロシアのエージェントを逃がし仲間を撃っておきながら祖国のために行動したと信じろというのか。そりゃ無理だ。何一つ裏付けがない。なんでそうなんだ。三つ目の核は存在自体未確認だ。銀行は倒壊、アルバシールは死亡、仲間も死んで、ディマも死んで、カファルフも死んだ。8万人のフランス国民が現に死んでる。他に君の証人はいるのか。はっきりしているのはお前が上官を撃ったことだ。彼を呼べ。君はこの男が上官を撃つのを見たんだな。くだらん作り話もここまでだな、軍曹。リマにはめられたんだろう。コールを撃つよう君をそそのかし、自分は核を起爆しにパリに向かった。間違いないな。ソロモンが核を持ってるんだ。ソロモンは味方だ。彼は現地協力員だ。何年も前からな、情報源としてアルバシールに近づかせた。信じられるか。奴は人殺しだ。ビデオを見たろ。信用を得るためには犠牲も伴う。大義のためには命さえ犠牲にしなければならないこともあるだろ。お前の言い分だろ。いい加減にしろ。核はまだどこかにある。ソロモンも野放しだ。この脅威をほったらかしにするのか。君の言い分はもっともだよ。ソロモンは火遊びが過ぎたのかもしれん。だが我々は事態を掌握している。ロシアこそが目前の脅威なのだ。なんだ、列車が暴走してるだろう。やつも PLR と共謀している。彼は現地協力員だ。何年も前からな。利用されたんだ。爆弾を手配させられたんだ。死者8人。国同士の戦争を回避できる。爆発の威力はロシアのスーツケース核爆弾と一致。大量破壊兵器らしきものを確保した。2つは入ると。銀行の金庫で見つけた核爆弾の数は、残りは一体どこ行ったんだ。14日だ、今月の。こりゃパリとニューヨークだ。兵器は公共交通機関で運ぶ。ソロモンは行動に移る。銀行にあった路線図を覚えてるな。あれにあった時刻は確か6時2分だ。なぜ。デイブ、俺を信じるか。もちろん。よし、よく聞いてくれ。飛び移れ、ブラックバーン。一か八かだ。行け。すぐに追いつく。Thank you.
前一人か。ああ、仲間はいるのか。ああ、いい腕だな。それで次はどうするんだ。俺は死など恐れない。貴様は。ああ、